お待たせいたしました。ただいまより第5回 9.21 世界平和の祈り奉納祭事を始めさせていただきます。私は司会進行役の神田瑞希と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この度は国連の定める国際平和デー9月21日に全国49社の護国神社と広島長崎平和公園そしてこちら靖国神社で世界平和の奉納祈願を同日開催する運びとなりました。また今年は全国高校書道部43校の皆様にもご奉納いただくこととなり、海外ではメキシコでも日本人書家が平和祈願を行います。そしてこちら靖国神社でも各国の特命全権大使の皆様方にお越しいただくこととなりました。それでは初めに海外の宗教のご来賓としてお越しいただきました日本モスクのイマームエースアニス様よりご挨拶を賜りたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。そしてアフランマサフランごまさん、ただいまご紹介に預かりました日本アハマディアムスリム教会のアニースです。本日このような素晴らしい場に参加させていただいたことはイスラムの一宗教指導者として光栄であると同時に世界の平和実現に向けて改めて考えていく良い機会だと感じています。お招きいただき心より感謝申し上げます。国際平和デーというこの日に際して私は世界中の全ての国々の人々政治家そして宗教指導者とともに心からの平和の祈りを捧げます。世界中に猛烈な勢いで広がるコロナ禍の早期収束、いまだに各地で大きな苦しみと悲しみの連鎖を引き起こしている戦争、紛争の終焉を祈ります。そして、すべての人々が自分の利益だけを追求するような間違えた考え方を捨て、お互いに尊重し、協力し合いながら、調和と平和を実現していける世界の到来を祈ります。私は愛と平和を促進し宗教民族間の調和を目標しているイスラーム教徒であり、10ヶ月前に帰化した一人の日本人としてこの美しい国の平和と繁栄を願っています。ご存知ではないかもしれませんが、国を愛することは信仰の一部であり、日本人ムスリムとしてこの教えは私の心に深く根付いています。イスラムの開祖である聖なる預言者ムハンマドがこの教えを説いたのです。故にイスラム教徒である限り誠意ある愛国心が要求されるのです。つまり誠に神とイスラムを愛するならば自身の神を愛さなければならないのです。したがって神を愛することと愛国心というのは相反するものではないということは明らかであり、自身の国を愛することがイスラムの教義の一部なのです。
ですから、イスラム教徒は住んでいる国に対して最高位の忠誠を示すことができるように努めなければならないのです。なぜならそれらが神への近づくための一つの集団でもあるからです。よってイスラム教徒の神への愛というのは決して自国を愛することの障害にはならないのです。イスラムは全ての人間が平等であり全能の神の創造物であると私たちに教えています。それは平和の礎になります。つまり私たち人類は大きく見れば一つの家族と言えます。私たちは他国やその国に住んでいる人々が苦しんでいると彼らの悲しみや痛みを共有します。最近では他人との絆がより重要とされてきています。世界はグローバル化により地球規模で一体となってきます。そのような世界の流れの中にあって総合尊重の欠如と利己主義による不調和は地球、都市、国に害を及ぼすだけでなく最終的には世界全体の崩壊につながります。我々人類は過去2回の世界大戦によって引き起こされた恐ろしい後輩をよく知っているのです。このような過ちを二度と繰り返さないように知恵を出し合い協力して平和の維持に努めています。しかし現在特定の国の行為により新たなる世界大戦が間近に迫っている兆候があります。日本国民は他のどの国民よりも世界平和の必要性を理解しています。皆様は核兵器がもたらす完全な大地の荒廃と核兵器による大量虐殺を身をもって知っている国民です。皆様はどの国民よりも現在の武力衝突の恐ろしい結果を知っています。だからこそ私たちは世界平和のために最善を尽くす努力をする必要があります。最後、私のスピーチを聞きくださったことに改めて感謝の言葉を述べたいと思います。偉大なる神アッラーが皆様を祝福してくださいますように。そして日本というこの偉大な美しい国を祝福してくださいますように。アーミン。ありがとうございました。デース・アニス様、誠にありがとうございました。続きまして、同じくご来賓としてお越しいただきました各国の特命全権大使の代表としまして、中日外交団長、中日サンマリノ共和国特命全権大使のマンリオ・カデロ様よりご挨拶を賜りたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。神社の宮司様も一生懸命ご協力して、今日は宮司さん、お坊さん、南さん、
とにかく平和が健康よりが大事です。なぜかね、健康があればね非常にいいけど、でも健康がある戦争があるダメや。やっぱりね、平和が一番大事です。だからこれからが世界中の宗教団体いっぱいありますから、世界中が宗教団体4500件ぐらいありますから、ただね、一つのか二つの同じ考え方一緒です。平和と健康でございます。だから平和と健康がつながってますから、今ちょっと一言が英語申し上げます。エクセレンシー、レディス・エンジェントル、I am very honored to be here today with a beautiful day in this beautiful Jinja that was built 152 years ago during the Meiji period. This Jinja is very important for Japanese because it represents the Jinja where people, soldiers died for the country. And this is a memorial Jinja for all the people who died for this old country. So for Japanese and also for us, this Jinja is very important. As I said in Japanese, maybe we don't know if it's more important health or peace. I think peace is more important than health.Because if you have peace, you can have also good health. But if you have good health and you don't have peace, you are miserable. So let's be all together, because in the world there are 5,500 religious groups, but they have all the same thing. Two things very important: peace and health.So, all together, let's continue this policy to keep health and peace together and to understand and accept all culture, all religion with respect and love. Because the basic of everything is love. Love is very important.So peace is love, and love is peace. And then I hope that no matter which religious you are, God will bless you always, now and in the future. 今日ありがとうございます。本当に、こんなスピーチできるし、本当素晴らしい。稲田さんも素晴らしいこと言った。だからあんまりね言わない方がいいです。なぜか稲田さん私の分も言ってあるし、今日どうもありがとうございました。どうもありがとう。次に本プロジェクトの代表であります宮本達彦より代表挨拶をさせていただきます。よろしくお願いいたします。Thank you very much. Thank you.東京オリンピック・パラリンピックが終わりました。東京大会のコンセプトの一つは多様性と調和、すなわち人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治、障害の有無などあらゆる面での違いを肯定し、自然に受け入れ互いに認め合うことで社会は進歩。東京2020大会を世界中の人々が
多様性と調和の重要性を改めて認識し、共生社会を育む契機となるような大会とするでした。言い換えれば、これまで人類が戦争と憎しみ合いを繰り返してきたのは、これらに反する意識を抱いてきたからに他なりません。現在、私たちはコロナ禍にあります。これは第三次世界大戦に匹敵する世界規模の大災害です。ところが、戦争ではない天災のはずなのに、ここでも互いの意見の違いや差別から二次災害が至るところで起きています。1年延長された東京大会の選手たち、特にパラリンピックの選手たちは、パンデミックが起こる前から彼らの人生においてさまざまな困難を受け入れ乗り越えてこられました。そうした彼らの表情や生きる姿勢からは、多様性と調和の精神、互いに対する思いやりと感謝の気持ちを見て取ることができます。コロナ禍の収束までにはまだ時間がかかります。次は私たちの番です。この難局を乗り越えて、多様性と調和、思いやりと感謝の気持ち、すなわち和の精神を日本人として身につける番です。本日皆様と共に世界の恒久平和とコロナ禍の収束をお祈りいただけますこと、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。宮本代表、ありがとうございました。さて、こちら靖国神社では、二松学舎大学附属高等学校指導部の皆様と、初夏あなたに高齢先生の2組での奉納記号となります。また本日はウクライナ、エジプトアラブ共和国、ギニア共和国、サンマリノ共和国、バングラディッシュ人民共和国、ミャンマー連邦共和国、レバノン共和国の国名全権大使を含む大使館関係者の皆様方にもご観覧いただき、式典の最後には皆様方に平和メッセージをサインしていただきます。それではまず、二松学舎大学附属高等学校書道部のご奉納からです。皆様、ご準備の方をよろしくお願いいたします。記号していただくのは秋山智香さん、飯島薫さん、井上遥香さん、梅崎美音さん、大志田美咲さん、大野佳子さん、堀井真理恵さん、久保田理子さん、椎名優希さん、鈴木健太さん、三浦春音さん、山下伊織さんです。人前で書家が書きます席上記号は、今日書道パフォーマンスと呼ばれておりますが、日本独特の精神文化の一つといえます。書家が大きな紙に心に決めた文言や願いの言葉をご覧いただいております皆様方と共に祈りながら書き上げます。それではどうぞよろしくお願いいたします。
小学者大学附属高等学校指導部の皆様によるご希望でした。ありがとうございました。初夏、あなたに恒例先生をご紹介させていただきます。あなたに先生は、日本書芸院美化審査員、読売書法会幹事、みずほ会理事、2018年日仏両政府主導、ジャポニズム2018に参加、また同年、世界で初めてフランスのイスラム教モスク、グランド・モスケのパリで奉納揮毫を行いました。また、2019年には、パリのユダヤ教シナゴーク、キリスト教チャーチでも奉納揮毫を行い、世界三大宗教での平和揮毫を達成されました。また、七谷先生の揮毫のサポートを、クリスタルボール奏者川内美穂様の演奏によって行います。川内様を日本国内の神社仏閣、海外のキリスト教チャーチ、ユダヤ教シナゴーク、イスラム教モスクなど様々な場所で奉納演奏をされていらっしゃいます。それではただいまより真谷先生の奉納揮毫を開始いたします。この度のテーマでもあります世界平和とコロナ禍収束を共にお祈りください。
先生、お心を込めてのご寄贈ありがとうございました。それでは今しがた書き上げていただきました作品について2組の皆様にお話しいただきたいと思います。まず二松学舎大学附属高等学校書道部を代表して飯島薫さん、どうぞよろしくお願いいたします。私たちは二松学舎大学附属高等学校の書道部です。本日は1年生から3年生までの有志で仁愛、師曰く、己に勝ちて出会いを踏むを仁となす。一日己に勝ちて出会いを踏めば天下仁に帰す。仁をなすは己によりて人によらんやと、という講師による論語の言葉を書かせていただきました。仁愛とは私たちが通う高校の校訓の一つで、人を思いやり慈しむ心のことです。また師曰く、己に勝ちて礼を踏むを仁となすの言葉は、自分の身勝手な行いがないように心を引き締めて国家福礼を実践できたならば、世の中に思いやる心が行き渡って皆が思いやる心を寄せるようになるだろうという、中国春秋時代の孔子によるものです。現在コロナ禍で日常生活が大きく変化して1年以上が過ぎました。私たち書道部も練習制限により思うような活動ができていません。私たちは困難があると自分のことで精一杯になり、人への思いやりを忘れてしまいます。しかしコロナ感染で世界中のみんなが困難な時だからこそ、人を思いやる心を大切に、感染収束に向けてみんなで心を一つにして頑張ろうという気持ちを込めて部員一同で書きました。コロナ感染の大変な中、今日はこのように皆様の前で発表できる貴重な機会をいただきありがとうございました。I want to explain briefly what they wrote. That is very old Japanese words, which is brought from 100 years up before the Chinese character, which means that to be kind with others and to love others. And this is the real message for this day, that we have to be kind and tolerant and accommodating other people, and that is the message for this World Peace Day. Thank you. Nishima Kaoru さん、ありがとうございました。続きまして、田中先生よりどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。今から私が希望した文字についてお話しします。 Thank you very much. I will talk about the sentence I wrote. 今日書いた文章は、和をもってたっぷしとなし逆らうことなく胸とせです。これは聖徳太子が制定した十七条憲法の第一条に書かれているところです。 The English I wrote in Japanese.和をもって立つとしとなし逆らうことなきを見抜く。 This is the word written in Article 1 of Japan's first law, 17 Article Constitution enacted by Prince Shoto. 意味は、和を最も大切にしなさい、身分を超えてみんなと議論を行えば自然と良い方向に向かうものですというものです。It means that what is most important to you, if you go beyond your status and discuss with everyone, you will naturally go for that there.
和とは、循環と調和と寛容の精神を一言で言い表した概念です。これは日本人が自然の摂理から導き出した普遍的な考え方です。 和 is a Japanese word concept that represents the spirit of circulation, harmony, tolerance and forgiveness. This is a universal way of thinking that was derived from natural providence by Japanese people. 世界中の人々一人一人にこの和の精神が浸透すれば必ず世界は平和になる。私はそう信じています。 If this spirit of onePermanent each and every person in the world, the world will surely become peaceful. I believe so. 世界平和というものは実はとても身近にある。本日希望しながら改めてそう感じました。 World peace is actually very close to us. I felt that way again while writing. 最後に皆さんに書道についてお話ししたいと思います。Finally, I'd like to talk about calligraphy. 私は書道は動く瞑想だと思っています。I think calligraphy is moving meditation. 筆はペンと違って力の加減で線が太くもなり細くもなります。そこだけに集中する意識が瞑想状態を作り出してくれます。Unlike a pen, a brush makes the line thicker and thinner.Depending on the amount of force applied, I think that the consciousness that concentrates only there creates a state of meditation. この後、大使館の皆様には、大使館の関係者の皆様には、平和のメッセージにサインをいただきます。Next,、the nice guy over there, writes a peace message.、we'd like JAmbassador to sign this message, please. その時に少しの間、瞑想体験をしてみてください。When signing, try a meditation for a while. 今日はこのような機会をいただき大変光栄です。ありがとうございました。I am honored to have such a wonderful opportunity today. Thank you so much.中谷先生、ありがとうございました。それでは今お話がありましたように、橿原神宮や関西ユダヤ教団でも揮毫されました、書家脇田隆法先生に平和の和という一文字とワールドピースと書き上げていただき、その後に今日お越しいただいております各国大使の皆様に平和メッセージをサインしていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。
be. Ha 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 ha.